スダニエル、ティム・コンウェイは、アメリカ合衆国の俳優、声優、コメディアンである。1933年12月15日、オハイオ州クリーブランド郊外の都市ウィロビーに生まれる。ボーリング・グリーン州立大学を卒業後、1956年から1958年まで、アメリカ陸軍に所属した。除隊後は、クリーブランドに帰郷し、アーニー・アンダーソンと共に、 NBC 系列の放送局カウ TV で働き始める。1960年にはアンダーソンと共に CBS 系列の WJWTV に移籍し、平日の朝に放送される番組のためにコント台本を執筆すると共に、自らも番組でコントを演じるようになった。1961年に喜劇女優のローズマリーが、 ディック・バン・ダイク賞の宣伝のため WJWTV を訪れた際、アンダーソンとコンウェイのコント映像を目に留める。コンウェイはマリーのアシスタントという形でニューヨークに招聘され、ABC のバラエティ番組スティーブ・アレンショーへの出演を皮切りに、ABC のシットコムマクヘル・エス・ネイビーにレギュラー出演して注目を浴びるようになった。1969年に、 ABC のコント番組ターンオンのゲスト司会者に起用され、1970年には自らの名を冠したシットコムティームコンウェイショーが開始する。テレビ番組への出演と並行してディズニー制作のコメディ映画にも出演し、史上最大のスーパーチャンピオン、背番号00大奮戦、新、僕は、ムクイヌなどの作品で軽妙な演技をこなした。 1975年には CBS のコント番組キャロル・バーネット賞にレギュラー出演者として加入し、ハーベイ・コーマンと共に番組の人気を支える。キャロル・バーネット賞は1978年に終了したものの、1980年に開始した CBS のバラエティ番組ティム・コンウェン賞ではコーマンと再びタッグを組んでお茶の間に笑いを提供した。 1981年にティム・コンウェイ賞が終了してからも精力的に映画やテレビ番組への出演を続けており、36区、ロック、CSI、科学捜査班、グリー、グリーなどのテレビドラマにゲスト出演しているほか、ニコロ・デオンのテレビアニメ、スポンジ、ボブやドリームワークス・アニメーションのテレビアニメ、ヒックとドラゴンでは声優を担当していた。 2019年5月14日、ロサンゼルスの介護施設で死去。85歳没。1961年にメアリー・アンダルトンと結婚して7人の子供をモーけるも1978年に離婚し、1984年にシャーリーン・コンウェイと再婚した。息子のティム・コンウェイ・ジュニアは、ロサンゼルスのラジオ局クフィーでパーソナリティを務めている。 全米大脳白質ジストルフィー財団のスポークスパーソンを務めている。ありがとうございます。